はい、どうも。ミステリ小説ご紹介チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結構長い読書歴&ミステリ好きの私がネタバレなしで毎回テーマに沿ったミステリ小説をご紹介します。今回は以前にも行ったテーマの日常の謎なミステリ小説参戦再びです。物騒な刑事事件ではない、あくまで平和的で日常的な謎をテーマにした物語です。ことさらに凄惨な事件を扱わなくたって立派にミステリは成立すると思うんです。だって日常にも謎は潜んでいますので。ご紹介する作品の主人公たちは大学生だったり博物館員だったりですので、物騒な事件とは縁のない職業です。ですので巡り合う謎も日常的な謎だったりします。その解明には調査と推理が必要で、主人公たちは真相を知るために活動します。その過程が物語なんです。日常の謎ミステリは人間的で情緒的な物語ですので、文芸的な楽しみ方もできます。今回はそんな日常の謎ミステリをご紹介します。それでは早速始めていきましょう。スタート。まず最初にご紹介するのはこちら、ラブケミストリー北義久宝島社文庫です。この作品は東大多分の実験室にこもる大学院生が遅い初恋をしつつ不思議な存在に振り回されるほっこりなコメディタッチの物語です。作者の北義久さんは徳島県出身で東京大学薬学部を卒業されています。ご紹介のラブケミストリーは第9回このミステリーがすごい大賞の優秀賞を受賞し、作者のデビュー作となりました。経歴からもわかるようにこの作者さんバリバリの理系な方で、私の別の動画「理系ミステリ参戦」でご紹介した「理系女探偵の謎解きラボ」という理系感満載の作品も刊行されています。今回ご紹介の作品はシリーズ化しておりまして、すでに3作品が刊行されています。また他には「科学探偵ミスターキューリー」シリーズや「理系女探偵」シリーズ、「思考探偵」シリーズ、プリンセス刑事シリーズ、科警研のホームズシリーズ、ヴァンパイア探偵シリーズなどシリーズものが多い作家さんです。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。第9回このミス大賞優秀賞受賞作品。有機化合物の合成ルートが浮かぶという特殊能力を持つ有機化学を専攻する東大院生の藤村圭一郎。ところが初恋によってその能力を失ってしまった。悶々とした日々を過ごしていた彼の前にある日、あなたの恋を叶えてあげると死神を名乗る少女カロンが現れて、東大で理系装飾男子が巻き起こす前代未聞の日常系コメディ登場。私の読んでみた感想ですが、都市伝説級のガチな理系装飾男子が女性関係がからっきしで、もはや絶食系男子と言っても良さそうな極端無理が面白かったです。大学入ってから洋服買ってないとか、学食では値段とカロリーでメニューを選んでいるとか、もうどこまで実験一筋なのか呆れるくらいな人物。そんな人物の初恋ですから、もうぎこちないことこの上ないけど、周りのフォローとかがとても頼もしい感じでした。そして超常的な存在カロンも割と人間的で、物語への親しみやすさに一役買っています。大学院生ならではの研究室の仲間同士の専門用語でのボケツッコミが面白いです。作中では明言していないけど、周辺描写からほぼ東大だと思いますが、この本片手に聖地巡礼できるほど東大周辺の情景が詳しく描かれています。この作品死神カロンなる超常的な存在が結構大事なキーになっていますが、それがファンタジー色をも醸し出しています。この死神ある人物の依頼を受けて主人公の恋を手助けしているんですが、果たして誰の依頼なのかがミステリ部分の根幹なのですが、私には最後まで分かりませんでした。このミス大賞シリーズなんだけど、ファンタジックミステリと言っていいと思います。ほんわかほっこりできる日常の謎なファンタジーミステリー、未読の方ぜひ読んでみてください。続きましてはこちら、エイヤームリタ野崎窓メディアワークス文庫です。この作品は芸大の学生である主人公が天才と言われる同大学の映画監督が作る映画に役者として参加したことで、映画と監督にまつわる謎に翻弄される物語です。作者の野崎窓さんは麻布大学獣医学部卒業の東京都墨田区出身で、2009年今回ご紹介する「エイ・アムリタ」にて第16回電撃小説大賞の一部門として新設されたメディアワークス文庫賞の最初の受賞者となりました。以前私の別の動画で「の」をご紹介していますが、こちらは第34回日本 SF 大賞候補作品となっています。また2021年には「タイタン」が第42回吉川英治文学新人賞の候補となっています。作者の野崎窓さんは既存の枠にはなかなか当てはまらないノンジャンルと言えるような作品を多く書いておられますが、ご紹介するデビュー作の「エイ・アムリタ」もそんな作品の一つです。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。この映画はきっととても面白いのだ。芸大の映画サークルに所属する二宮伊一は天才と噂名高い新入生犀原もはやがメガホンを取る実製作映画に参加する。だがそれはただの映画ではなかった。テレビアニメ「正解する角」「バビロン」や劇場アニメ「ハローワールド」などを手掛ける記載野崎窓の作家デビュー作にして電撃小説大賞にてメディアワークス文庫賞初受賞した伝説の作品が新装版で登場。あなたの読書体験の新たな窓が開かれる一冊。私の読んでみた感想ですが、やはりこの方の作品既存のカテゴリーには収まりきらない多面的な特徴を持っています。今回ご紹介の「エイ・アムリタ」は芸大を舞台に学生たちの活動を物語にしているのですが、天才とされるヒロインと役者志望の主人公との面白いやり取りでクスッとさせられたかと思えば、中盤で大どんでん返しがあって思わず驚愕しました。物語の真相は怖いんだけど、でもどこか静筆で美しいという何とも言えない景色が味わえました。この物語のヒロインである犀原のあさっての方向にあるような天才感はもはや人知を超えた神の領域のような存在感があります。驚きの結末と真相を知った後、やはり神に触れるということはただでは済まないということなんだなと感じました。一方でやはり天才とはこういう人のことを言うんだという妙な納得感もありました。舞台は日常で提示される謎も事件というほどではないけど、日常の中にはおののくような真実もあるんだということに気づかされます。そしてこの感触をもう一度味わいたいなと思うようになりました。機会があれば野崎窓さんの他の作品もとりあえず全部読んでみようと今回思った次第です。未読の方ぜひ読んでみてください。最後にご紹介するのはこちら、博物館のファントム三つくり博士の事件簿伊予原新集英社文庫です。この作品は分類を専門とする新人の四川市博物館員がファントムと呼ばれる変人博物学者と共に博物館ならではの日常的な謎を解決していく短編ミステリです。作者の伊予原新さんは大阪府出身で神戸大学理学部地球科学科を卒業され、東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了されたバリバリの理系作家さんです。池女という理系な主人公の周りの人たちがとても人間的で温かくてほのぼのできる作品や、ルカの箱舟という論文捏造に関わる事件を扱った社会派な作品、横溝正史ミステリ大賞を受賞したお台場アイランドベイビーという災害孤児問題を取り扱った近未来ミステリなど、いろんな作風の物語を刊行しておられます。私の別の動画「読後心がほんわかほっこりするミステリ小説参戦」では「リケジョ」を「理系ミステリ小説参戦ではルカの箱舟を、横溝静止ミステリ大賞受賞作参戦ではお台場アイランドベイビーをそれぞれご紹介しておりますので、よろしければそちらもご視聴くださいませ。さらに2019年に月まで3キロで第38回新田次郎文学賞を受賞され、2021年には8月の銀の雪で第164回直木35賞及び第34回山本周五郎賞の候補となっています。ご紹介する博物館のファントム三栗博士の知見もは、作者の専門分野でもある地球惑星物理学や自然史博物学のうんちくがもうこれでもかってくらい出てきます。でもご安心を。ちゃんと解説説明してくれていますので、読者はちょっと賢くなった感じを抱けます。もちろん物語ですので虚実織り交ぜての内容なのですが、巻末の参考文献の多さを見ればちゃんとエビデンスのある事項をきちんと提示してくれているのが分かって、作者の科学全般に対する、また読者に対する誠意が感じられますね。後書きにもここまでは事実、ここからはフィクションって説明がありますので安心です。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。自然史博物館で働くことになった女性新人分類学者池之端玉木、植物標本の整理を命じられ、未整理の標本や資料が大量に詰め込まれた旧館赤レンガに足を踏み入れた玉木が出会ったのは、そこに住み着くファントムこと変人博物学者の三栗類。どんなものも絶対に捨てられない学知癖の三栗と片付け魔の玉木のデコボココンビが博物館で起こるさまざまな事件の解決に動き出す。私の読んでみた感想ですが、鉱物、植物、化石、甲虫、個人類の骨など扱われる題材は多岐にわたり、専門的な話や聞いたこともない学名がたくさん出てくるので、とても勉強になります。博物館で起きるさまざまな事件をその専門知識によって解決していくミステリーで、広く浅くな知識が欲しい私にもぴったりな内容でした。しかも物語はちゃんとエビデンスのある事実に基づき構成されていることにも感動いたしました。これだけ理系的、博物館的な題材をミステリーに仕上げるって並大抵の才能ではないですよ。その証拠に普通のミステリーではまず見られない3ページにも及ぶ参考文献が掲載されているんです。専門的な記述ながら普通に読めてしまえるのは作者の筆力の高さゆえですかね。理系の特に自然史に関わる事項を織り交ぜた会話もスムーズに理解できるので、ストーリーの面白さに集中できました。博物館好きの方にはきっとたまらない内容でしょうね。最近上野の博物館がクラファンで想定を大きく超える寄付を獲得したことがニュースになっていましたが、自然史博物学には隠れファンが多いってことだと改めて思いました。博物館好きでミステリー好きな未読の方、ぜひ読んでみてください。以上、今回は日常の謎なミステリー参戦再びとして3作品ご紹介しました。ご紹介した作品に登場する主人公とその仲間たちは残忍な事件とは一切関わりのない人たちですが、やはりそれぞれの境遇なりの謎が提示されて、それをいろんな援助ももらいながら主人公たちが解決していきます。ミステリーの基本である謎の提示と謎解きが物語の中にあれば、それは講義のミステリー作品と思っています。しかしミステリー好きの方からしたら、今回ご紹介の作品たちはミステリーじゃないんじゃねえと考える方たちもおられるとは思いますが、そこは個人の見解ということでご容赦を。今回ご紹介の2つの長編の作品はじっくりと物語の景色を味わうことができますし、1つの短編集は端正で端的な物語の持つ清冽さを味わうことができます。何しろ物騒さはかけらもないので安心して読むことができます。未読の方、ぜひ読んでみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどんいろんなミステリー小説をご紹介していきますので、高評価、チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。